ドラマ一週間、田中みな実が7月期、ブラックペアンシーズン2。出演、スノーマン、渡辺翔太と中村アンで、超、王道ラブコメ。一週間の主なドラマのニュースをまとめて紹介する、ドラマ一週間。今回、6月1から7日は、田中みな実さんが、二宮和也さんの主演で6年ぶりに復活する、ブラックペアンシーズン2、TBSK に出演する話題。スノーマンの渡辺翔太さんと中村アンさんが、7月6日から放送されるドラマ、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、でダブル主演を務めることが話題になった。前後編で取り上げる、高橋ひかるさんが、7月期のテレビ朝日系、土曜ナイトドラマ、土曜午後11時半、枠で放送される、顔に泥を塗る、で主演を務めることが6月1日、分かった。高橋さんは、昨年7月期に同枠で放送された、ハレーションラブで主演を務めており、1年ぶりに再び同枠で主演する。吉和3作の同名漫画、コアミックスが原作で、メイクの力で前を向き始めた主人公が、モラハラ男へと変貌した彼氏へ立ち向かい、自分の人生を取り戻す姿を描く、人生逆転ラブストーリー。高橋さんは、派遣社員としてデパートの受付で働く主人公の柚原美久を演じる。